特馬のベルズは、株式会社、特馬書店が1970年代前半から発行している進化規範の小説レーベル。1974年8月創刊。サブレーベルとして、特馬のベルズエッジ、特馬のベルズ新電気、特馬のベルズ名がある。ミステリー作品やサスペンス作品のほか、ハードボイルド小説、SF 小説、電気小説などが刊行されている。 特馬書店から発行された単行本のノベルスカや書き下ろし作品のほか、同社発行の月刊小説誌、読み楽や SF 専門誌、SF ジャパンに連載された作品が収録されるケースもある。後に特馬文庫に収録されることが多い。カバーや奥付けにはペンと本を持ったキャラクターのイラストと特馬ノベルズの文字が入っている。 主な収録作家以下の作家が主に収録されている。クマのベルズのサブレーベルとして2005年4月に創刊された。創刊ラインナップを次に示す。ファンタジー小説や SF 小説などの作品収録されていた。クマのベルズエッジ新人賞の受賞作品も本レーベルから発行されていた。主な収録作家以下の作家が主に収録されている。 トクマのベルズのサブレーベルとして2004年2月に創刊された。創刊ラインナップを次に示す。主な収録作家以下の作家が主に収録されている。ありがとうございます。